風トゲタナゴは、恋目恋ナゴア赤に属する、淡水魚。種商ウのスミシは、リチャード・ゴードン・スミスにちなむ、県名である。ニガブナをはじめ、ベンチョコ・シビンチャ・シュブタなどの地方名がある。日本固有亜種で、九州の北部から中部を呼び、意気投に分布する。分布南原は、熊本県八代市の熊川で、模式山地は、筑後川。 全長4から5センチメートルと、タナゴ類中でもかなり小型であるが、最小の水源ゼニタナゴよりは、やや大きい。体型は、側平たし、体高は、バラタナゴより少し低く、水源ゼニタナゴより少し高い。体色は、銀白色で、体側に一本の明瞭な暗青,青色の縦状、災害後部に、青色小斑がそれぞれ入る。 縦状の前端部は細く尖っており、この点でも水源税に棚ごと異なる。メス及び未成御では背びれ全部に黒色斑が残る。頭部は小さく、口ひげはない。側線はないかもしくは不完全。背びれの第一ひれ状はトゲ状で、ひれ状数は背びれ9から11、尻ひれ10から11。染色体数は 2n イコール46。 繁殖期のオスは体側全部及び背部が単成色、腹部は淡紅色、腹部下縁が黒くなる婚姻色を呈する。縦状は明るい青に、尾ひれの基部や後身は朱席に、尻びれは黒で縁取られ内側は朱席となる。糞の上部には白色の追星が出る。メスは明らかな婚姻色を発現せず、産卵感を伸長させる。 平野部の浅い河川砕流、溶水炉といった緩やかな水流がある淡水域に生息し、流水の付近など水質正常な場所を好む。植生は雑食性だが、赤虫など小型の水生昆虫や甲殻類といった動物食に偏っている。繁殖期は5から6月で、イシュガイやマツカサガイ、小型のドブガイなどの淡水2枚ガイを産卵母ガイとして、 繁殖行動をとり、貝のエラ用内に卵を産みつける。卵は、摂氏22度前後の水温では受精後46時間ほどで、孵化する。前期飼魚の卵黄全部には、バラタナゴ族の特徴である、浴場突起の発達が見られる。孵化後24日ほどで8ミリメートル余りに、成長し、後期飼魚が、母貝から泳ぎ出て、自由生活に入る。発生過程は、 水源ゼニタナゴーと、ほぼ同様で、このことも、両者の禁煙性を示している。一年で40ミリメートルほどの大きさとなり、成熟する。自然界における寿命は2年前後であるが、飼育下では3年以上生きる場合もある。温和な性質であり、人工飼料にも良くなれるため飼育は容易 複数での飼育が適し、水槽内で繁殖させることも可能だが、二枚貝の管理は難しい。絶滅危惧 IB 類、NER a スレッド温度河川改修や、補助整備事業などによる水路の三面コンクリート護岸化は、本亜種を含む、棚五類及びその産卵床となる二枚貝類の生息地破壊に直結した。農薬使用の増加や、水定の不栄養化に伴う、 水質を抱く、肉食外来魚である、ブラックバスや、ブルーギルの侵入も、本アシュの生息を圧迫する要因となった。2007年版の環境省レッドリストでは、以前の絶滅危惧ル類から、絶滅危惧 IB 類に、カテゴリーの見直しがなされた。都道府県版、RDB においては、大分県、福岡県、長崎県で、それぞれ絶滅危惧 I 類、佐賀県で、 絶滅器具通類、熊本県で純絶滅器具となっている。ありがとうございます。